ミスタイムさん、おっす。今日も面白いニュースが入ってきましたのでお知らせしようかと思います。筋トレをしてるとどうしても体熱くなってですね、体温を下げるために水を飲んだりプロテインっていうのはあるんですけども、なんかそこにですね、遊び心を加えてみたいなと思いませんか。で、今回ね、どの方だったかな、バズーカ岡田さんというね、 YouTuber さんで筋トレの先生がですね、もうすごいムチムチの体してるんですけども、たまたま私ね、YouTube 見たんですよ。そしたら井村屋のあずきバー、こちらをね勧めていたんですよね。筋トレの後にこれを食べるといいよと。まあでもね、食べ過ぎちゃ良くないってことなんですけども、まあおやつ感覚でポンと食べるにはいいんじゃないかなってことで、食物繊維がなんかね 10ですか 10g 含まれているみたいなこと言ってましたね。 10g なのかな。で、成人男性はだいたい 20g 取らないといけないんだけども、でもなかなか取れないらしいんですよ。それが小豆は1本に10含まれてるんでいいんじゃないかなっていうことと、あとね、乳成分が含まれていないんで、まあそれもなかなかいいんじゃないか、脂質が抑えられていいんじゃないかなとか言われてましたね。ちょっとね、細かいことは忘れたんですけども、動画概要欄からミスター M さんも見てみてください。私ちょっとね、これなかなかいいなと思って、まあ買い込むほどではないんですけども、ちょっと頭の隅に入れといてね、アイス食べたいなと思ったら、私の場合はモーっていうね、ソフト、アイスクリームか、アイスクリームを食べていたんですけども、ちょっと切り替えて小豆バーにしようかなと思うんですよ。カチンコチンでね、こうやって硬くて噛みちぎれないかもしれませんけども、やっぱりね、私たちはこうグッと踏ん張る力がいりますんで、噛む力をつけるためにもね、歯を強くするため、顎を強くするためにも、小豆バーと戦っていってもいいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それではいつも動画をご覧いただきましてありがとうございました。では概要欄からね、バズーカ岡田さんのちょっとね動画をご覧ください。ではそこのところよろしく。